2020年東京オリンピック100円クラッドカオリンピック1000円輪化2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会記念貨幣は2020年東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念して発行されている記念貨幣財務省は2020年に開催される東京オリンピック競技大会及び 東京パラリンピック競技大会を記念する貨幣を大会開催直前までに4回に分けて37種類を発行することとしていた。最終的に開催引き継ぎ記念の貨幣を含めて39種類の記念貨幣が発行されている。リオ2016東京20オリンピックパラリンピック競技大会開催引き継ぎ記念1000円銀貨幣は2016年8月24日に 報道を発表され、打ち始め式が2016年9月28日に行われた後、オリンピック・パラリンピックそれぞれ5万枚が生産された。2016年9月21日から同年10月11日まで申し込みの受付を行っており、販売価格はそれぞれ9500円。2018年2月23日に、 報道を発表された第一次発行分の出始め式は2018年7月27日に開催された。なお、第一次発行分は、オリンピックが1万円金貨幣、1000円銀貨幣、100円クラット貨幣の3種類、パラリンピックが1000円銀貨幣、100円クラット貨幣の2種類が発行される。1万円金貨幣及び1000円銀貨幣の受付は、 オリンピック・パラリンピックどちらも2018年7月10日から同年8月1日まで受付しており、販売価格は1万円金貨幣が12万円、1000円銀貨幣が9500円で、ある。1万円金貨幣はオリンピックのみ発行で4万枚、1000円銀貨幣はオリンピック・パラリンピックそれぞれ10万枚生産された。100円クラット貨幣は、 金融機関による引き換えをされた。製造枚数は、オリンピック・パラリンピックそれぞれ394万8000枚。オリンピック記念貨幣の図柄は、表面に、オリンピック記と桜とイペやまれろ、裏面に、東京2020オリンピック競技大会エンブレムを、パラリンピック記念貨幣の図柄は、表面に、パラリンピック記と桜とイペやまれろ、裏面に、 東京2020パラリンピック競技大会エンブレムをデザインしている。なお、オリンピックパラリンピックどちらも直径40ミリ、両目31.1グラムである。1万円貨幣は東京五輪の記念効果のみ発行。表面にやぶさめの絵柄と審議体の文字、裏面に東京五輪のエンブレムをあしらった。直径は26ミリ、重さは15.6グラム。 1000円貨幣はオリンピックとパラリンピック両方のデザインを用意する。表面にはそれぞれ水泳、柔道の絵柄をデザインした。直径は40ミリ、重さは31.1グラム。100円クラット貨幣のオリンピックのデザインは、側面のギザの間隔が狭く、パラリンピックのデザインは広くし、手で触れて識別できるようにした。表面の絵柄はそれぞれフェンシング、ボッチャ、 直径は22.6ミリ、重さは4.8グラム。1000円貨幣はオリンピックが陸上競技、バドミントン、野球、ソフトボールの3種。パラリンピックは水泳を表面にデザインした。100円貨幣はオリンピックが空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィンそしてウェイトリフティングの5種。パラリンピックがゴールボールを表面にデザインした。 オリンピックの1万円貨幣は表面に国立競技場の壁画として描かれたノミノスクネ像、勝利とギリシャの女神像、栄光と間に、新二体をデザインした。1000円貨幣はオリンピックが体操、柔道、卓球の3種、パラリンピックが車椅子テニスを表面にデザインした。100円貨幣はオリンピックがアーチェリー、カヌー、自転車競技の3種、パラリンピックがアーチェリーと、 陸上競技を表面にデザインした。パラリンピック1万円貨幣の表面は、国立競技場を背景に、聖火ランナーと、審議隊をデザインした。五輪1000円貨幣は、五輪がボクシングとレスリングの2種を表面にデザインした。500円貨幣表面は2019年の6月18日から7月1日に、かけて、風神大神図屏風、富士山、 国立競技場の3案の候補の中から表面の図柄の投票を行い最多投票数を獲得した風神大神図屏風の図柄が採用された投票による貨幣の図柄の決定は日本では初の試みである500円貨幣裏面には内側に大会エンブレムと外側に競技ピクトグラムをデザインした百円貨幣はオリンピックがサッカー、テニス、バレーボール マスコット、ミライトアの4種、パラリンピックが、自転車、車椅子ラグビー、マスコット、ソメーティの3種を表面にデザインした。過去に発行された分も、新たに2020年、東京オリンピックパラリンピック競技大会記念貨幣、全37種類を発行し、これら37種類の貨幣を組み込んだ記念貨幣セット。すべてプルーフ貨幣でかつ、令和2年名になった。 三次の千円銀貨の一部と四次発行分以外は、元々発行された年の効果と令和二年名の効果が存在することになり、手代わりとなり、令和二年名の希少性が増す。発行開示ごとの発行状況は、下表の通り、表中の数字は外当区分の記念貨幣の発行種類数を示す。共通項目材質、組成、重量などの規格は、 各発行開示ともに共通となっている。なお、上記の販売価格は、記念貨幣団体の税込み価格である。矢印で示したものは、左側が2019年9月以前の消費税増税前の価格、右側が同年10月以降の消費税増税後の価格を記載している。個別項目下表の通り39種類のデザインが設定されている。 1> 第1次発行分から第4次発行分までの1000円銀、貨幣及び100円クラッド貨幣の表面の図柄は、大会で実施される、競技のデザインとなっており、これに500円バイカラークラッド貨幣の裏面の、スポーツピクトグラムの図柄を合わせると、2020年、東京オリンピックの実施競技及び2020年、東京パラリンピックの実施競技の実施競技を、一通り網羅する形になっている。 ありがとうございます。